TBS ラジオアクションメッセージご紹介しましょう。はい。はい。今週のアクションメッセージテーマ。今更だけど始めました。末広がりさんです。はい。今更ながらお金の勉強を始めました。半沢直樹を見て銀行や株の動きなど専門用語を調べていたら興味が湧きました、はい、身近なことだと今まで年末調整とか確定申告は何のためにしているのか知らずに、はい、毎年ただ印鑑を押していることに恥ずかしくなりましたということで、将来を見据えて少額投資も始めてみようと思いますということです。うわー、大人ですね。大人、大人。私も全然わかんない全然確定申告してるから全然わかんない。あ、勉強しましょう。あ、やばい、時間がない。ない。あ、あ、あ。